こんにちは。色気のある男性って憧れますよね。イケメンにはなれなくても、色気で女性を引きつけることができたら、モテることができそうです。でも色気というと、見た目や雰囲気など、はっきりしたイメージがつきにくいものですよね。そこで今回は、女性が色気を感じる男性の仕草についてご紹介します。仕草であれば、これから習得して身につけることができますよね。この動画を見て、色気のある男性を目指してみましょう。女性から異性として見られていない気がする、友達から一歩踏み出せないと悩んでいる方は少なくないと思います。あなたのことを異性として認識してもらいたいなら、色気を意識してみてはどうでしょうか。男性らしい色気を感じれば、急に女性の態度が変わるなんてこともあるかもしれません。色気というと、男性が女性に感じる色気はスタイルがいい、ボディタッチをしてくるなど、性的なものに直結しているものが多いかもしれません。しかし女性の場合は必ずしもそうではないのです。男性からすると意外な部分だったりします。 1. ゆったりとした動き。歩いたり物を取ったり、日常の中での何気ない動作も女性から見られています。そこに色気を感じることもあるようです。所作が綺麗で、一つ一つの動きにしなやかさがあると、落ち着いた雰囲気で自信があるように見えます。堂々として貫禄があるように見えるので、もしかしたら女性だけでなく男性からも信頼されるようになるかもしれません。その逆で、慌ただしかったりせかせかした動きをしていると、余裕のない男性に見られてがっかりされてしまうこともあります。ゆったりとした動きをする上で姿勢も重要です。背中が曲がった姿勢でゆったりした動きをしてしまうと、動物の怠け者のようになってしまいます。背筋をピンと伸ばし、胸を張った姿勢が余裕や色気につながってきますので、その上でゆったりとした動きをすることを意識してみてください。普段生活している中で自分の姿を意識してチェックしてみるといいかもしれませんね。 2. 声が低い。男性から見ても声が低い人は色気があると感じますよね。低い声は落ち着いている印象を持たれ、安心感を与えます。意識して低くすることも大事ですが、人間は気になっている異性を前にすると、無意識に声が低くなることが実験で明らかになっているそうです。なので、すでに自然と低くなっているのかもしれませんね。でも男性がみんな無意識にそうなっているのなら、すでに色気があるイケメンに勝ち目がないですよね。そこで差別化できるポイントを紹介します。それは話すスピードをゆっくりにするということです。こちらも落ち着いた印象になり、余裕を感じさせます。普段から話すスピードを意識している人ってあまりいないのではないでしょうか。そこをあえて意識することで、色気を出すことができるかもしれません。もう一つのポイントは言葉遣いです。丁寧な言葉を使うと、誠実な印象を持たれ、大人の余裕をさらに感じさせます。繊細さや丁寧さから色気が感じられるのかもしれません。間違っても大声で乱暴な言葉で話すのだけはやめましょう。 3. ネクタイを緩める、腕まくり。これはよく聞く定番の仕草ですよね。でも本当なの？とまだ疑っている方は、この瞬間から考えを改めるべきですよ。ネクタイを締める動作は、女性が色気を感じる仕草のトップと言ってもいいくらい人気の仕草です。男性が女性が前かがみになった時に、思わず胸元に視線がいってしまうくらい、女性はこの仕草をされるとついつい見てしまいます。そもそも男性のスーツ姿に魅力を感じる女性は多いです。そして仕事をしているキリッとした姿から、ネクタイを緩めて無防備になる瞬間が女性をドキッとさせます。ネクタイを締める時、女性が見ているのはどこでしょうか。シャツが緩まることで見える首元かと思ってしまいそうですが、実は緩めるときに結び目に持っていく手を見ています。手の甲のゴツゴツした感じに男らしさを感じるようです。腕まくりについても同様で、ボタンを外しシャツの袖をまくることでリラックスした様子になり、仕事中とのギャップを感じます。またまくったときに見える腕が血管が浮いているたくましい腕であれば、なおさらドキッとします。 4. 考えている姿。実は女性は男性が考えている姿に色気を感じることもあるんですよ。じっと一点を見つめて考えている様子や、物思いにふけっている様子に、自分にしか見せない隙を感じているのかもしれません。しかし男性からすると、見られていることを一番意識していない瞬間ですので、気をつけるのは難しいですよね。
なので普段から口をポカンと開けないようにしたり、だらしない表情や姿勢をしない習慣をつけると、考えている姿からも色気を醸し出せるのではないでしょうか。5、清潔感、いい匂い。これは仕草ではありませんが、色気として大事なポイントですので入れています。清潔感はモテる上で重要というのはよく言われていますよね。清潔感は色気にもつながってきます。きちんとセットされた髪の毛、綺麗な爪、手入れされた肌は大人の余裕を感じます。髪をセットしたり爪を切るのは当たり前にやっているという方も多いと思いますが、肌のお手入れはしっかりしていますか？保湿は女性だけがするものという考え方は古いですよ。男性も化粧水などでしっかり保湿しないと乾燥してカサカサしますよね。カサカサした肌は清潔感がなく見えてしまいます。男性用の化粧水もたくさん販売されているので使用するのがおすすめです。また髪、爪、肌の他に唇も重要です。これもカサカサしてしまっていたら清潔感がありませんし、色気もありません。めんどくさがらずにリップクリームを塗りましょう。香りも重要なポイントです。色気のある男性はいい匂いがするイメージがあるでしょう。いい香りはやはり異性を引きつけます。ふわっといい匂いがすると思わず気になってしまいますし、離れた後も思い出すことだってあります。体臭や汗の匂いに気をつけることはもちろんですが、爽やかな香りの香水をさっとつけることで色気を出すことができるかもしれません。ここで注意してほしいのが爽やかな香りを選ぶことです。色気というとムスクのような香りや甘い香りをイメージしてしまう方もいるかと思いますが、これは好き嫌いが分かれてしまいます。苦手な人もいるので、柑橘系や石鹸の香りなどにしておいた方が失敗しません。ここで色気があると勘違いしがちな行動についても紹介します。1、香水のつけすぎ。適度な香水は色気を出すのに大事です。いい匂いで女性を引きつけることができる場合もありますが、つけすぎはむしろ拒否反応まで起きてしまうことも。香りがきついと近くにいることも苦痛ですし、他のあなたのいいところまで見ようとしなくなってしまいます。ですが気になる人と会うことになったり、気合を入れたい日にはいつもより多めにつけたくなるという気持ちもよくわかります。でもそこを我慢してワンプッシュくらいにとどめておき、程よい香りにするよう心がけてくださいね。2、髪の毛を気にしすぎる。髪をきちんとセットすることは身だしなみとして大切ですし、清潔感を出してくれます。しかし気にして触りすぎるとナルシストのように見えてしまいます。見た目ばかり気にして、私に興味ないのかな、話を聞いてくれていないのかなと感じさせてしまうことも。髪の毛を触るのが癖になっていないか気をつけてみてください。3、筋肉を自慢しすぎる。筋肉は女性が色気を感じる部分と思っている方もいるでしょう。確かに筋肉は男性らしさを感じますし、頼りがいも感じます。そこに色気を感じる女性がいることも確かですが、自慢しすぎると逆に嫌われてしまうこともあります。アピールされすぎると魅力を感じません。あくまでも腕まくりをした時にチラッと見えるさりげない筋肉に色気を感じるので、自分の筋肉を意識しすぎないようにした方が良さそうです。いかがでしたか？落ち着いた余裕のある男になって色気を出したら女性を魅了できるかもしれませんよ。またこれは色気があると言われた、いや男から見ても色気があると思った男性の仕草などがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。